うん、してありがとう。そう、中村髪切ったんですよ。いやでもね、気づかれないくらいのロングからロングなんで結構切ったんですけどね。そうなんですよ。なんとも遠目で見たら、結構切ったんですけどね。10センチくらい、そんぐらい、9、8、9くらい切った。10センチぐらい確かに多分切ってる。そうなんですよ、結構切りました。なんでちょっと重たくなったかも、若干ダン髪の重さが。ありがとう。そう、切ってトリートメントしてもらって。そうなんですよ、肩ぐらいが良かった。これもっと切る、こうやっていやね、めっちゃ迷ってどこまで切るか。いつもなんかトリートメントだけしに行って切らなくったんですよね。そうで、今日はどんぐらい切ろうかなと思ってまいちゃんまだカラオケ無理？あー、どうだろう、最近ちょっと落ち着いてるけど、どうだろう。あー、いけるかな。ずっとさ歌ってないんだよね、歌を。そう、いけそう。でも声はガラガラじゃない、全然。笑顔のチャンス歌って。笑顔のチャンスね、いや久しぶりすぎてボイトレはまだ休んでおるんですけど。そうね、ありがとう。無理せずに、ありがとう。席はだいぶ減った。その前みたいに四六時中ゴホゴホしてるわけじゃなくなった。なんかやばい時にしか出ないやばい時っていうか、なんかこう何ですか、出る時にしか出ないからまあね。ハート先生ありがとう。犬の毛まだある？なんかね、突然現れてくるんだよね。なんか普段はゲージに入ってて、でなんかふとした時にゲージから出てくる感じなんかで突然現れるよね。そうそう、喉に、そう、あ、ケージ？ゲージ？わからん、あるんですよ、あの家、犬の家が。ありがとう。閉めておいて、カチャン。ありがとう。どうやろう、もうなんか歌わんかったらすごいストレスたまる、逆にね指の尻尾じゃない、エビの尻尾もね何日間かかってたからね。クマ、ありがとう。歌うの、歌ってみようかな、一曲ぐらいいやなんかね、これね、あれなんですよ、なんか直してからにしてくださいみたいな人めっちゃいるけど、なんかそもそもなんか治るっていうか、治るっていう表現ってあんま正しくないっていうか、な、本当に治るんかな、ようわからんだよね。
そう、なんか終わりが見えん。わ、これなんて言うんだっけ、これ、この漢字、これなんて読むんだっけ、これこの間調べたんだけど、この漢字の意味、寛解、寛解ね、はい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 、あのあれだよね、なんだっけなんかこの意味調べたんだけど、落ち着くみたいな感じ、治らないけど落ち着くみたいな感じ。治らないけど症状がほぼなくなること。ああ、なんかね、気になったことはすぐ調べるんですけどね、こっちからこっちまいちゃん理系能だよね、調べ物好きです。全然、もう最近ちょこちょこなんか暇な時に英単語見てますなんかね、私の使ってたね英単語帳を出してきてねなんかねちょいちょい見てます英単語見てる。あとさ、これをさ持ってさ、こうやって歩いたらさ、受験生みたいなんだよね。そう、受験生みたい、その、それがあのちょっと狙いです。受験生みたいにしようと思ってこの時期にターゲットを持って歩いたら受験生。受験するの？いや、一個もしませんね。する予定はありません。ターゲットね、1400です。英語は得意なわけじゃないんですけどね、ちょっと好きかも。明けおめありがとう髪切ったって言われるのなんかちょっと嬉しいかも。やったー。受験したことない、ない、中学生の時しかない。え、小学生か、中学受験したから、小6の受験して、それ以降オーディションしかしてないよそうだよ、受験の仕方忘れたもん、覚えてない、多分できん。あと就活とか弱いタイプだと思う。どうってなる。オーディションとはまた違いますからね。はあ、車の免許も取ろうよ。いや、取りたいんですよ。あのちょっと取りたいなと思うんですけど、ペーパーになる運命しか見えないので、今撮ったとしても。でも
取ってすっごい高い高さがある後ろにタイヤとかついててちょっといかちいような車を乗ってお姉ちゃんとか迎えに行きたいですね。ブーキキー乗れよ。車のなんか種類とかは全然わからんのんですよね。けどなんかあの高さが高くてタイヤがでかいやつがいい。なんかガガンガガン。ペーパーなのにペーパーなのに、いやまだ撮ってもないんだけど撮ってないんですけど、そうそうそう、みんながねなんとかなんとかって言ってるんだけどね一個もわかりませんね。ちょっとお姉ちゃん免許証持ってるよ。もう姉ちゃんはそう乗ってない全然。乗れんって言っとった。でそうでもそういうのそういう車になってでお姉ちゃんとか迎えに行って、でお姉ちゃんが友達にあれ妹って言ってほしい。なんかこうかっこいい系女子みたいな感じでサングラスとかしてブーなんかそういうのがいいな。まあねちょっとね免許証ねないんでね。はい、だいたいさみんなさ、え免許証持ってる人いますか、この中で、この中で免許証持ってる人がいたらあのはいって言ってください。挙手です。はい、あみんな持ってるね、結構持ってるね。はいはいはい、えじゃあさどれぐらいで取ったかも教えてください。あのどんぐらいの期間かけて取ったのか。え、すごい、みんな持ってるんだけど。持ってる人ばっかり。はい、はい、はい、みんな持ってる。はい、はい、言ってる。ねえ、みんなどれくらい ?3 ヶ月。え、3ヶ月 ?10 ヶ月、1ヶ月、2ヶ月。2週間?え、早い、2週間って。その2週間で取れるの ?1 ヶ月、2ヶ月。夏休み中、休みの時にいっぱい通うみたいな。3ヶ月、3ヶ月の人多い。その人によるよね、多分その仕事とか。1ヶ月、1,2,3 ヶ月多いんだけど。何合宿免許って、ん合宿はやだな。合宿やだな。泊まり込みで行く、短期集中なんだ。そうなんだ。嫌なの？合宿？難しくないよ、運転？そうなの？AT で撮るんですか？AT って聞く単語でもわからん。 MT オートマ、オートマかマニュアル、何、ちょっともうその辺はよくわかりませんね。全然わかりません。オートマで撮ってくださいって、何が違うん。
免許あれば実家帰るとき楽になるんじゃ。いやー無理だね、橋とか渡っちゃわないといけないからね。ありがとう。レバーガチャガチャする頻度が違う。ギアチェンジ、あ、わかるよ、あの左についてるやつでしょ。あのさ、昔お父さんの車にさ乗ってた時にさ、小学生だったかな、なんかわからんけどさ、気になってさガチャって変えたらめっちゃ怒られた記憶ある。お前みたいな、おいお前みたいな感じで、私もそれの記憶が鮮明で、もうなんかこれって触っちゃいけないもんなんだと思って、あのガチャガチャガチャみたいなこと、ガチャ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 ってするやつがさ、そう、なんかなんじゃろこれと思っとって、ずっとめっちゃ怒られた。ダメらしいあれ。危ない。すみません、そう、何も無知すぎてね。オートマとマニュアル、オートマとマニュアル、え、免許、なんだっけ、あ、なんかその学校みたいなとこに行ったら、あなたはオートマで取りますか、マニュアルで取りますかって聞かれるんですか。へー、分からん、 何がどうなんかが金なのですか、金なのですか、どっちなんですか。払う金額違うよ。あ、そうなん、どっちか高いんじゃ。オートマはガチャガチャせんでいいん。マニアックな人しかマニュアル、え、なん、じゃあさ、なんでマニュアル取る人はなん、ガチャガチャの手間があるのにさ、なんで取るんですか。しかもマニュアルの方が高いんでしょ。ガチャガチャしたいか、ガチャガチャ好き、え、じゃあ違うよね、ちょ、待って違うよね、ガチャガチャが好きな人なの。ガチャガチャがかっこいい、え、難しいのに楽しい。マニュアル取ったらオートマも乗れるで。ガチャガチャ線形、へー、私はマニュアルしかなかった。そうなん、え、マニュアルってさ、このさ、こうやるところのさ、ここら辺からさ生えてるやつもある、なんか、ある。じゃああれもガチャガチャだ。なんかうちのお父さんさ、トラックも昔乗ってたんですよ。そのトラックはこうなんか横からこうやって入ってて、それもガチャガチャしてたイメージある。なんかコラムシフト、乗りづらいって言ってる。自転車のギア変えたことある。え、あるある。なんか昔なんか乗って、なんかね、小学校の時は自転車教習みたいなのがあったんですよ、小学校の時に。その時になんかギア付きの教えてもらったことある、こうしたら軽くなるんですよみたいな。なんかさ、授業の一環であったんですよ。私自転車にもう本当に下手で、全然あんま、もう
乗れたのかって感じなんですけど、そうなんか自転車の授業があって、なんか交通安全みたいな、そうそう、でなんかそれと一緒、ギア、なんであったんか分からん、別になんか自転車通学の人そんな小学校の時いなかったんだけどね、なんか分からんけどあった安全教室、うん、なんか道路のなんかここで止まるとか、そう教えてくれる。オートマは自動でギアが切り替わる。へえ、そうなんだ。なんかさ、オートマ、え、その私が言ったちょっと高くてかっこいい系の車はオートマありますか？オートマですか？オートマあるよって、あ、安心しました。とても安心しましたよ。でもお家ぐらいの値段するよ。いくら？お家の値段いくら？あー、私借金だ。これは借金するしかないな。買える？いや、ちょっと買うこと考えてなかったですね。レンタカーありますかね、そういうあのいかつい車のレンタカー。あ、ある？ほんと？じゃああのあれですね、かっこよく見せたい時だけレンタカー。和ナンバーだからバレるよ。なんか知ってる、あのなんか「あ」とか「ま」とか、あのあるやつ「和」がレンタカーなんでしょ。知ってるよ。なんかひらがなが、ひらがなのさ、和のやつがさ、レンタカー、それで見分けがつくみたいな。そこにテープ貼っとくわ。やだー。で、怒られる。捕まる？あ、もうダメですね。まあでもね、車ってさ、買ったりしたらあれですよね、維持費とかが大変ですよね。いかつい車乗ったことあるの？え、なーい。かっちょいい車？なーい。景色が良さそうだな。お父さんのトラックは乗ったことある。でも大きくない、そんな。うん。税金？
車に税金あるの？え、あ、クマリアだ。自動車税？え、そうなん。え、それい、毎年ってこと？車検？あ、車検って何の略なんですかね。車検定。車両検査か。ありがとう。ガソリン代高い。駐車場代。なんかさ、世の中車を持ってる人すごいって思い始めてきましたもん。なんか、だってさ、免許証取るのにお金がいってさ、さらにそっからさ、車を買うのにもお金がいってさ、そんで税金、え、車検、それからガソリン代、駐車場代、もう、はぁ、いえ。で、保険？保険も入らないといけないの？もう、田舎はないと、あ、まあわかるわそれは、うん、ちょっと夢を語るのはやめようと思います現実的に乗ってきた現実的に考えたら無理だと思ってきました。はい、もうやめます。あ、やめました。私諦めるの結構早いんで、あ、もうやめようと思ったらすぐやめるんで。助手席担当、後部座席担当。姉ちゃん持ってない車、うん、結構あっさりうん、全然もうあっさりだよ。バイクで、いや、バイク寒い、寒いんでしょ。ちょっとありがとう。免許持ってて損はないよ。免許だけ取りなよ。でも、そうだな、うん、交通ルール分かってええよ。あ、確かに確かにそうだよね。千穂ちゃんは命の保証しないって言ってた
千穂ちゃん、千穂ちゃんの車乗ったことないよ。でもいつか乗せてもらいたい。助手席で寝るでしょ。いやいや寝ませんよ。でも私助手席にいたとしても何の使い物にもなりませんよ。眠たくなる。ダメじゃん、もう喋ったら眠たくなるでしょ。私の声聞いた人すごい眠たくなるらしいから。寝てていいよ。私めっちゃ寝る人みたい。めっちゃ寝る人で思い出したんだけどさ、今日美容室行った時にさ、今日12時に行ったの、お昼の。お昼の12時に美容室予約しての行ったんですけど、なんか行って、そしたらなんか「舞さん今日早起きですね」みたいな言われて「えみたいな「12時で早起きってなかなかレベルが私低いですね」って話してで「まあ確かに」みたいな、なんか12時に起きて行ったらめちゃめちゃ早起きだって私。早起きらしい。いやね、いつも寝ちゃうんですよね。いつも何時に予約してる？いや、いつも何時だろう、3時とか昼の。え、も結構お昼か夕方とかに行ったりもするかな。朝は絶対行かんないやつ。朝一では行けない。寝る人？めっちゃ寝る。うん、本当に申し訳ない。めっちゃ眠くて眠くて切る人、あ、来てくれる人が、そう、もうずっとその人が切ってくれてる。4年間ぐらい、5年間ぐらいか。え、そんぐらいかも。さっきおきちゃんが2人とも夜更かしだから生活リズムが合うと言っていたよ。確かにおきちゃん毎日 LINE してます。今日は何したんだみたいな、毎日なんか報告会今日は何を食べたみたいな。美容師さんとどんな話するか。じゃあどんな話したっけな。おせち、なんかおせちの話したな。おせち食べましたみたいな。なんかもう結構ゆるい会話しかしないからな。で、なんか私お餅が苦手ですみたいな言ってて、お餅が苦手な人いるんですかって。なんかもう食べ物の話だったりしたかも。ってで、苦手なものの話みたいな、苦手な食べ物の話してずっと。この時期らしいね、本当にね。
その方何歳くらい？わかんない、20代の方かな。うん、そう。年上の人ですね。そうそう。ありがとう。初夢覚えてる？覚えてない。見たっけな。あ、実家帰りましたみたいな話とか。そうそう。そう、ちょっとまだ時間ありますか？52分だった。そう、なんかさ、なんか実家にさ帰った時に、高2高3の時に同じクラスだった女の子たちに会ったんですよ。もう6年ぶりとかに会って、で、そう、同じクラスの女子が何人集まったかな、8人くらいかな、わかんない。みんななんか、まいちゃんも来る？みたいな感じで連絡が来て、そうで、本当に6年ぶりぐらいに会う子たちばっかりで、同窓会みたい、私同窓会とか行ったことなかったから、そう、めっちゃ久しぶりに会うと思って会ったんですけど、久しぶりに会って、そう、なんかね、で、なんか、まあ、マイマイって呼ばれてるんですよね、そので、あの地元ではマイマイ呼びなんですよ。で、マイマイみたいな、マイマイお酒飲めるのみたいな言われて、で、飲めますよって言って、じゃあみんな何にする？みたいな感じで、で、そしたらみんな生で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 みたいな感じで、みんながマジで生ビールばっかりで、私あんな飲めますよとか言ってきながら、みたいになって、私ビール飲めないんで、で、結局ほぼみんな生ビールで、私いや全然ビール飲んでないよ。飲めんかったもん。もうすごかったの、みんな大人になってて、あ、すごい大人だな。何飲んだ？カルピスサワー。私カルピスサワーがは好きなんですよ。なんで、あの、すごいなんかね、あんだけちょっとね、飲みますよとか言ってきながら、みんながうまーんっての、ビール飲んでて、ちょっとね、カルピス好きなんよね。そう、いやー、すごかったね。ビール、アルコール度数はビールよりあるやん。そうなの。でもビールってちょっと苦いね。そこでみんなすごい大人になったなって思ったんですよ。なんかちょっとどこで相関で取るって感じやけど、そうそう、なんかだってさ、高校3年生の時からも会ってないんですよ、その卒業して。だからみんながまずお酒を飲む姿なんか見てないし、
みんな変わってた。いや、性格とかは変わってないけどね、全然。そうね、もう結婚したよみたいな子たちも聞いたり。そうそう、みんななんか社会人いろんなとこで働いてて、もう結構もう何ですか、愛媛にいないんですよね。いる子はいるんですけど、結構そう、なんか人生を感じましたね。わおわおってなりました。まいまい、次はビール生で。いや、ちょっとね、じゃあ生でって言えるようにね、ちょっとね。でもね、ビールって修行なんですよね、多分。なんかビール飲める人、ビール飲めるようになったよっていう人の意見ってさ、なんか大体我慢して飲んでたら美味しさを感じてきたみたいな人が多くない？なんかビールって修行なんじゃないの？なんか最初は会社の飲みであんまりなんか美味しいと感じなかったけど、だんだん美味しく感じてきて、もう今では一杯目はまずは生ビールじゃないとみたいな感じじゃないですか。多分修行なんだよ、もうビール修行。もうな、そこまで修行して、うーん、いや、ちょっとですね。20分だよ、やばい、最後がビールの話だ。大人の話で終わりました。ちょっと壇上呼びましょう。サンキュー、青い鳥さん、ミッキーさん、マサさん、タロスさん、シーサーさん、ゆずきちさん、東京のスワンさん、きなぺこさん、はやりんごさん、たけしさん、ピロミンさん、くまねパパさん、りょんきゅうさん、ありがとうございます。この人は逃げた。また明日、また明日切った髪を存分にアピールしときます。おやすみ、おやすみ。だね。